駅舎内、ホーム駅名表明書案内区木の駅は、鹿児島県市区式の市焼けぼの町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。市区式の市の代表駅で、当駅鹿児島中央駅の折り返し電車も、設定されている。開業当時の地名が由来。区木のの地名の由来は、よくわかっておらず、諸説がある。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームは、 駅本屋より高い位置に存在し、両社は地下道で結ばれる。1913年春光の木造駅舎を老朽化のため2006年12月に解体。プレハブの仮駅舎での営業を経て、新駅舎が2007年3月18日に開業した。黒を基調とした駅舎になった。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で、 緑の窓口が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課は緑の窓口で購入できる。タッチパネル式の自動券売機、IC カードチャージ機が設置されている。2010年は利用者数が大幅に減っているが、これは同年同市内に上村学園前駅が開業し、利用客が分散したためである。 辺りは、市菊串木の市の中心部。市街は当駅から南西方面に広がる。市役所は南方向に徒歩20分ほど。駅前広場が整備されている。駅前広場に串木野駅バス停が国道3号線沿いの松本清志式の駅前店付近に串木野バス停がある。ありがとうございます。